ちゃんと出すんだよし。わあ、キャンプ久々やで。うん、それにしてもいいキャンプ場やな。いいキャンプ場なんだって。 Wi-Fi もあって、お風呂もあって、トイレも完備してあって、自転車保管の場所もあって、ワンちゃんもいる。このペグ打ちが楽しい。このロマンや。適当にやるわ。適当に。晴れれば OK。バーベキューはそこでやるけど、どうですか。ダメやと思う。たまには、ね、出かけて非日常、自然、キャンプ最高。トングはね、ここにこうやってさあ、行くぞ。かけてね。いやー、楽しいね。キャンプ場すごい整備が良くて、夜でも夜のバーベキューでも肉が焼けたからちゃんとこう見えますね。うん、あーいい感じよ。快適やな。ちょっとね、うん、あの車の音とかねするからあれなんだけどね。あー結構綺麗なお風呂があって、すぐ行けば綺麗なトイレがあって、うん、まあベッドもあるしね。うん、ちなみに今日はここで寝るの？そこにベッドあるけど、車しかないね、選択肢は。そこにベッドあるけど、え、ま、それはさておいて、薪は自分の庭じゃなかった森で森で調達してノコギリで切りました。あとでキャンプファイヤーマシュマロパーティーやで。森にね、森に帰るやな。行ってる？行くよ。
ほう、すごい、ファイヤー。めっちゃ文明乗り切りをするやん。これが今でいう内輪やん。内輪なんや。これじゃなくてさ、火起こし専用のやつがあるやって、めっちゃ細い扇風機。これの、うん、それの電動のやつ。電池で動いてブーって火つくやつ。へー。これやとちょっと風が全体に当たるからあんま良くなくて。で集中でこの隙間にブワーって当てる、すごい高圧で、うん、それだともうすぐに火がつく。本当はそれがいい。どこ打ったんだろう。あー、ぴったり。それがさ、今日買ってきたのは、うん、いっぱい買ってきたよ。あ、そこに入ってるんや。なんか袋が見当たらんから。お酒 何ヶ月ぶりやろ。そうやっけ。全然飲まんもん。え、でも家に自家製梅酒もあるよ。あ、そうなの。うん、これ買ってきたからフリーや。辛っていうのがまず、じゃん、エビ。エビ、エビだい。イエーイ、エビだい。エビ、次もすごいよ。何、黒毛和牛。え、中落ちカルビ半額。半額でも高いよ。うん、まあね。で、これ、あ、一口ステーキと、はい、あと冷蔵庫に、冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫に、あの鶏肉、あと鶏肉と、うん、鶏肉のももと、なんかあるわ。でもまずこれ消費してから。野菜は、野菜、うん、野菜なんかいらんって。野菜はいらないんだよ。バーベキューの野菜はいらないんだよ。皿とか取ってくる？皿とか。皿？取ってくる？どっから？紙皿ある？あるん？また買いに行くの嫌やな、皿とか。そこにある。じゃ乾杯しようか。まず？え、肉焼けてからで。黒毛和牛からじゃない？そうやな。もう一番美味しいやつから。食べよう。今日はなんだ？これ。チャンネル登録者数1000人達成。おめでとう。バーベキュー。やっとできたね。時間が全然なくて。で、隅まで行ってるけど、ちょっとライター当たってるから燃えてないように見えるけど、火がついてます。一気に焼きます。締めは焼きそばにする。うん、ウェイウェイ、バイ。あっさっさ、カントリーマウム救出せよ。あ、いや、もういいよ、十分や。うん、食べよう食べよう。熱くない？あ、熱い。あうまい。あ、カントリーマウム焼かん方がいいんじゃないかな。うん、なんか油が出てくるんやって、こういう。あ、なんかでもレンジでチームはうまいんだけど、網で焼くとなんか、てか油ついちゃったんかな、逆に。あ、そうかもね。今日の寝床です。